ロメオとジュリエット、ロメオとジュリエット、二語は、フランスの作曲家、シャルル・グノーが作曲した前後幕のオペラである、ウィリアム・シェイクスピアの儀曲、ロメオとジュリエットを原作とする。劇中の、ジュリエットのワルツや、アリアなどは、多くの歌手によって好んで歌われている。グノーが作曲したオペラの中では9番目にあたり、ファウストに次いで、目覚ましい成功を収めた作品である。 またアリア、恋よ、恋よや、第一幕における、ジュリエットのアリア、ワルツ、私夢に行きたい、シャンソン、白い雉場というは有名である。原作に比べると、劇的な力や表現、深みに欠けると評価されることもしばしば見受けられる。しかし、苦悩独特の完美な旋律や洗練された音楽は、多くの人々から広く好まれていることも、事実でる。 1859年にファウストが初演されて成功を収めたグノーは、1860年にフィレモンとボウシスとハト、1862年にサバの女王の三作のオペラを立て続けに世に送り出した。これら三作はファウストのような成功を収めることはできず、いずれも失敗に終わっている。不審が続くグノーだったが、1863年に 作曲され、翌六十四年に初演されたオペラ、ミレエユ、で、再び成功している。この初演後に、シェイクスピアの儀曲、ロミオとジュリエットのオペラ化の構想を練り始める。実際に、作曲に着手する以前に、友人たちに宛てて書いた手紙の中で、このオペラの計画についてほのめかしていることが伺える。グノーは百六十四年末に作曲を開始し、 1865年の4月に、フランス南部のサンイコールラファエルで、スケッチとその草案を作り、7月頃に完成させる。オーケストレーションも1866年の初め頃までに出来上がらせているが、その間神経症に悩ませられ、作業は滞っていたと言われる。1866年に全曲を完成させた後、初演に向けて準備が行われたが、グノーは、 オペラの一部を部分的に保筆したり、レチタティーボを追加するなど、初演直前まで改定を施している。完成させた翌年の1867年4月27日に、パリのリリック座で初演され、前作、ミレイに続いて大規模な成功を収めた。当時パリ万国博覧会が開催中のこともあって、劇場は連日満員でフランス各地と、 国外から大多数の見物客が押し寄せていたことが要因であった。この大成功の後、同年の7月11日にコベントガーデン、ロイヤルオペラハウスでの上を機に人気が急激に上昇し、この年の末にはドイツやベルギーなどの各主要都市でそれぞれ上演がなされている。1888年にオペラ座での上演において、グノーは一部改定を行い、 第4幕のフィナーレに、バレエ音楽を追加している。その他、合唱、キャペレット家とモンタギュー家の家来たち、親戚たち、仮面舞踏会の客たち。全幕で、約2時間30分。時と場所、ルネサンス時代のベローナ還弦楽による激しい嵐を、思わせる女装で両家の憎しみが描かれる。合唱がこれから始まる悲劇の荒ましを説明する。 仮面舞踏会のために集まった紳士淑女たち。家の当主キャピュレット卿がパリーソ伯爵との結婚を間近に控えた娘、ジュリエットを紹介し、全員はその美しさにたちまち魅了される。客人たちが解散すると、モンタギ牛家のロメオが仮面をつけて、友人たちと共に忍んでやってくる。友人たちがここで人暴れしようと企むが、ロメオはこれを止めるよう制するが、 対してメルキューシュはロメオをからかい、彼を連れて去るのだった。メルキューシュはマブ女王のバラードを歌う。そこに、ジュリエットがウバ・ジェルトリュードと現れる、青春を謳歌してアリア、私は夢に行きたいを歌う。直後に、ウバが呼ばれ、一人残ったジュリエットの目の前に、ロメオが現れて話しかけ、二人は瞬時に恋に落ちるのだった。そこに、 いとこのティボルトがジュリエットを呼びに来たため、ロメオは彼女がキャピュレット家の娘であることを知って驚く。一方立ち去る時の声で、モンタギュー家のロメオであることを見抜いた、ティボルトは急的に大主権を抜く。しかしすぐに現れたキャピュレットのいさめによって抑えられ、ロメオは友人たちと逃げるようにその場から去っていく。夜中にキャピュレット家の庭に忍び込んだロメオ。 一方、ジュリエットはバルコニーに向かい、ロメオへの思いを一人告白する。それを聞いたロメオが現れて、愛の二重章を歌い合う。やがてジュリエットは別れを惜しみつつ、部屋の中へ消えていく。ロメオは、神父、ローレンスのもとへ訪問し、そこで神父にジュリエットとの恋を打ち明ける。そこに、ジュリエットが、ウバと共に訪ねてきて、二人は神父に、 結婚の許しを紅葉神に祈りを捧げる。長年にわたり敵対してきた両家の憎しみ合いが二人の結婚によって解消されることを目論んだ。ローレンス神父は二人に結婚の祝福を与えるのだった。一方、キャピレット家の近くの通りでは、ロメオの故障、ステファーノが主人を探しに来ていたが、同家を揶揄するかのようなシャンソンを歌う。それを聞いて怒りに震えた。 キャピュレット家の若者と友人、メルキューョとの間で乱闘が始まり、これに乗じてティボルトも加勢して激しい血闘へ発展してしまう。騒ぎを聞き駆けつけたロメオは二人を制止したが、その時ティボルトの剣がメルキューョに刺さり、そのまま生き耐えてしまう。友人の死を目の前で目撃したロメオは剣を抜いてティボルトを倒す。そこにベローナ大公が現れ、ロメオを 町から追放する条件でその場を収め、両家の面々に対し強くいさめる。ジュリエットは、忍んできたロメオに対し重慶ティボルトの殺害を許し、二人は愛の幸福の中で一晩を共に過ごす。だが夜明けには去らなければならない、愛の二重症。ただ一人残った、ジュリエットの元に父キャピュレット卿が、ローレンス神父と共に現れ、パリス伯爵との結婚を宣誓する。 絶望に打ちひしがれたジュリエットに、ローレンス神父は一計を案ずる。神父はついたちかし状態になれる薬を与え、墓からロメオと共に逃げるよう告げる。一人残されたジュリエットは春巡するが、勇気を出して薬を飲み干す、アリア、ああ、なんという戦術が。キャピュレット家の宮殿の回廊では、ジュリエットとパリス伯爵との結婚が行われている。伯爵が指輪をはめようとした瞬間、 ジュリエットは隠し持っていた薬を密かに飲み、突然倒れて、過死状態となり、周囲はただ驚愕するのみである。神父からの伝言が遅れてしまったため、この計画について知るよしもないロメオは、ジュリエットが死んだことを聞いて、すぐに墓所へ駆けつける。その姿を見たロメオは絶望し、自ら持っていた毒薬を飲む。その直後に、ジュリエットが目覚め、 二人は再会の歓喜に震えるが、全身に毒が回ったロメオは、ジュリエットの腕の中に崩れる。毒を飲んだことを知ったジュリエットは、後を追って、探検で胸を刺し、二人は最後の口づけを交わしていきたえる。そして幕が閉じられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。